皆さん、こんにちは。元祖ポートフォリオワーカーのマダムホです。こちらの本ですね、小学館から出していただいていますけれども、ポートフォリオワーカーというのは、複数の収入を確保してあなたらしく生きる生き方です。このきっかけというのは、私は25歳の時に実家の父が急病になり、介護離職から介護貧乏に転落しました。ですから、その時の私っていうのがちょうど今、コロナパンデミックで経済的に困難なことを体験していたり、または将来に不安を感じている皆さんと全く同じ状態が25歳の私だったんです。ですけれども、あることをして、またあることに気がついて、その5年以内、30歳になる前に、私は父、夫と力を合わせて富裕層になりました。ですから、そういった経験をもとに、皆さんにもお金という切り口で人生論、また幸せなお金持ちをずっと提唱しているわけです。これから10分間ほどお付き合いください。このお金に持てる人の共通点、これが3つあるんですけれども、お金に持てる人の3つの共通点についてお話をしたいと思います。まず1つ目、これとっても大事なんですけれども、やっぱりお金が好きだっていうことを素直に認めることができる人。私の場合は、実家が浪速商人、大阪の人間ですから、お金が好き、またビジネスが好きとはっきりと言えるんですけれども、多くの日本の人、特に関東の人にとっては、お金が好きとかお金の話をするのは下品だとかいうように感じている方がいらっしゃるかも分かりません。この小さな島国の日本でも、地方によって地域色っていうものがあるわけなんですね。だけれども、このように考えてみてはいかがでしょうか。ちょうどお金っていうのは、人、また恋愛と同じなんですね。お金にモテる人っていうのは、人にモテる人、この恋愛とかでいつもモテる人、モテない人っていますよね。それと、ごめんなさい、お金っていうのは共通点があるんです。その1つ目、やはりお金が好きだと正々堂々とはっきりと言える人。例えば、女の子にモテる男性っていうのは、いや俺女嫌いだし、なんていうのはきっと言わないんですよね。もしかして男同士の中では、いや女ってとかって言ってるかもしれませんが、彼らが女性にモテるっていうのは、一つ、女性の心をわしづかみにするノウハウを知っている、そして女性に対して好かれるようなこの態度をとる、それから女の子にモテる男の子っていうのは意外とマメなんですね。例えば、ああいう銀座のクラブとかでモテる人っていうのは、きちんとそのお目当てのホステスさんの誕生日とか覚えておいて、このマメにね、お花をあげたりプレゼントをあげたりってするわけですよ。ですから、それと同じで、お金に好かれる人っていうのも、1つ目、お金は好きだっていうふうにきちんと言える。そしてまた、お金に対してこのまめに、こまめにいろいろとお金を喜ばすことをする、すなわち明るく振る舞うとか、お金を大切にする。やっぱりね、お金っていうのは人間と同じなんですよ。大切に扱ってくれるところに行きます。例えばね、私がいろいろとこの書くと、マイナスのエネルギーを撒き散らす人がいて、お金なんかなくて平気っていう人いるんですね。いや、結構なんですよ。結構なんですけれども、それはご自身の Facebook なり、ご自身の Twitter で言ってればいいわけですよね。それを人のところに来てわざわざ言うっていうのは、やっぱりモテない男子の典型的パターン。このすごく女の子に人気のあるアイドルのところに行って、俺はお前が嫌いだ、俺はお前みたいに女にチヤホヤされたくないんだって言ってるのと全く同じなんですよ。そういうことをやると、周りも何この人っていう感じですよね。だから、もしそうじゃなくて、私だったら、そうやってこの女の子にモテモテの男子がいたら、どうやったら君みたいになれるの？その君の服のセンスってすごくいいんだけど、僕にも教えてとかって言えると思うんです。実際私がそうなんですね。私っていうのは、
子供の時は自分はとってもブスな女の子だったと思ってるんですよ。もう劣等感の塊の女の子だったんですね、もう小学生の時とか。だけども私は人間観察をするのが好きで、今でもなんですが、例えばこの普通に歩いていてちらっとすれ違った時に、素敵な女性っていますよね。同性でも振り向きたくなる女性、例えばその髪の毛をきれいにしていたりとか、お肌の手入れが行き通ってたりとか、またはファッションのセンスがいい方、そうすると私は相手が何人であっても、場所がどこであっても、その日本国内であっても外国であっても、すぐその人を追いかけるんですよ。そしてこの間もうそうだったんですけど、郵便局ですれ違った私よりも年上、年配のアメリカ人、白人の女性がとってもいい香りがしたんですね。で、私香水も大好きなので、パッとその人の後追いかけていって、「Excuse me」って言って、「あなたの香水とってもいい香りなんだけど、名前教えてくれますか？ブランド名教えてくれますか？」とかって言うと、彼女は「あ、これはね、シャネルの何々で、であなたもし買うんだったらここのデパートに行って買うとサンプルくれるから」って、そこまで教えてくれるんですよね。それとかは、「あなたの口紅リップカラーがすごく素敵なんだけど」とか、「あなたのネイルの色すごく素敵、これどこの色？」とか、もうどんどん聞くんです。やっぱりいいことは真似をする。人のいいところを見て、まあ、よく言いますね、人の振り見て我が振りなんせ。だから人の悪いところを見て、その自分の態度を戒めるっていうのも大事なんだけど、私はプラス思考の方なので、人のいいところはどんどんと真似をするんです。ですからお洋服でも、「わあ、そのお洋服素敵、どこで買ったの？」とかって言うと、大抵「いや、もうこれ数年前のあれなんだけど」とかってやっぱり教えてくれたり。靴でもね、そういうことなんです。ですからお金が好きで、お金が集まっている、お金に持てている人には、どうやったらあなたみたいになれるんですかって私は言います。ただこれは各個人の価値観の違いです。だからどうしても、いや、俺様はお金なんかいらないっていう人は、どうぞあなたのいらないお金は寄付してください。お金で困っている人、孤児院にいる人、お金がなくて才能はあって頭はあるのにいい大学に行けない人っているわけですから、そしたらあなたがお金がいらないって突っ張るんであれば、そのお金を私のようにスカラシップを作って、お金が必要な学生さんにあげてください。それでおかしいんですけど、お金がいらないっていう人に限ってケチなんですよね。人に与えない、いらないって言うなら、じゃああなたのお金をどんどん寄付すればいいじゃないですかって思うんだけど、しないんですね。そこなんですよ。やっぱりお金に好かれる、お金に持てる人っていうのは、お金を大切に使う、そして必要としている人のところにあげることによって、お金をさらに輝かせる、またはお金を上手に投資をして、1から2、2から3、3から4っていうふうにお金を増やしてあげる。やっぱりお金は人間と同じで寂しがり屋ですから、この人が集まるお家みたいなのありますよ。このやっぱり人間が好きな人、人が好きな人っていうのは、そこのところに人って集まってきますよね。同じようにお金が好きな人、お金を大事にする人というのは、やっぱりそこにお金って集まってきます。もうあくまでもこれは、例えばくだらない長財布を持っているからお金が窮屈でないとか、そういうことでは決してないです。いいですね。決してこのお数珠、金をあが上げるための、なんかキャッツアイかタイガーアイとかルチルクオーツとか、ああいうくだらないものにお金を使う、または収入の何十倍の高級財布を使う、そういうことは一切やらないでください。あれはいかにもバカな、お金の IQ の低い人のすることですから、それをやらないでくださいね。はい、じゃあ2番目、お金に持てる人っていうのはズバリ明るい人です。建設的な人、常に未来志向で前向きな人、逆にお金に嫌われる人、お金が寄ってこない人っていうのは後ろ向き、そして、全てのことを暗く暗くマイナスにとる人、さっき言いましたよね。同じこのコロナパンデミックなのですから、もう私は25歳で介護離職、介護貧乏を経験している、経験している私が、皆さん、逆境は最強の師ですよ。今この苦しい時が、
あなたの人間的成長のもとになりますよとかって言ったら、そんなの無理だとかっていう輩がいるわけですね。あれってすごく失礼ですよね。みんなは頑張って前向きで行こうね行こうね頑張ろうねとかって言って、招かれてもないのに土足で人の家に上がってくることと全く同じです。そんな人は招かれていないんですよ。招かれざる客でもない。ですから皆さんもやっぱり明るい人、前向きな人、その明るいだけの脳天パワーはダメなんですけれども、脳天気はダメです。だけど明るくって根性があって建設的、頭脳明晰な人、大体頭のいい人っていうのは明るいんですよ。なぜかっていうと、この未来が予測できるから、未来がさらに良くなるっていうことが分かるんですね。まあ、私の場合も本業は同時通訳、会議通訳なんですけれども、そうすると今から20年先のことの、そういう政府間のプロジェクトとかの仕事に関わる、もしくは一部上場企業とかでも、これから5年後、10年後のプロダクトの仕事をさせていただいている。だから未来は今よりも良くなるということが分かってるんですね。まあ、そういったことで皆さん、明るい人、脳天気、脳天パワーはダメですけれども、賢くて明るくて建設的、問題解決能力のある人はお金に持てます。はい、では3番目、これ一番大事です。お金に持てるっていうことは人生の勝利者になるということなんですけれども、どういう人か、はっきり言います。自己責任を取れる人、もうちょっと、具体的に言うと、すべては自分がまいた種だと潔く認めることができる人なんですね。やっぱりお金に嫌われる人、イコール人に嫌われる人、見てください。自分のことを棚に上げて、社会のせいだ、政府のせいだ、なんだかんだ、あいつのせいだ、あの時こうだったから、ああだったから、過去のことばっかり後ろ向き、そして周りを責めることばっかり言うんですね。だけれど、お金に持てる人っていうのは、すべては自分のまいた種だって、全部自己責任で取れる人なんですよ。だからこそ前に進めるわけですね。まずここで全て仕切り直す。あ、これも全て自分が間違いました。自分が悪かった、ごめんなさいっていうことで、もう一度仕切り直す。それができる人がお金に持てる人です。はい、ちょっと10分切りましたけれども、どうも今日は皆さんありがとうございました。今日ね、ちょっと初めて、今までは iPhone で撮ってたんですけれども、問題は iPhone で撮るとこの縦になってしまって、それを後で YouTube に上げようとすると周りが黒くなっちゃうんですね。それでちょっと今日初めてこの自分のパソコンでやってみました。まあ、これからもこうやって Facebook ライブ逃した方は後で YouTube に上げておきます。おかげさまで1000名にもう少しで届くんですね。本当に、これまで900何人の方、YouTube チャンネル登録ありがとうございます。もしまだの方はまたチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ今日はここまでです。どうぞ皆さん、お金にモテる人なってくださいね。じゃあ失礼します。ごきげんよう。さようなら。